こんにちは。2022年。やっぱり暗号通貨の世界は体のこれをね、ど真ん中に置くのが一番だと思います。まあその上でね、ビットコインとかイーサリウムってものも、まあ、見ていけばいいのかなと思いますし、まあ、いわゆるね、ランキング100以下の草コインと言われてるやつですか。あそこにチャンスを見出すのもいいんじゃないかなと思います。でもやっぱりね、一丁目一番地は体の置いてないと私は思うんですけどもね。それね、リピさんが動画をいつも更新してくださるんですけども、まあ、そのね、ステーキングプールの状況っていうのはこうやって透明性を持ってしっかりと見ることができます。本当にリピさんいつもありがとうございます。でリピさんとは1月の31日に体のでね、ぶっちゃけ儲けちゃおうぜとかね、儲かったよねみたいな話も込みでですね、ちょっとこうフランクに対談をズームでさせていただこうかと思います。まあ、その対談の URL は動画概要欄に貼っときますんで、興味ある方はね、見てくださればと思いますけども、さあ、今日ね、ツイッターで、体のでツイート、これを検索すると、140件のツイートが上がってます。もちろん、体のではなくて、ADA とかね、あと、ローマ字で体のって書くと、また検索結果変わってくるんですけども、今回は、カタカナで体のっていうふうにしてみました。そうするとですね、やっぱりね、体のの上昇のパーセンテージがすごいよねっていうことで、今日私も 5% ぐらい上昇してるの見たんですよ。やっぱり体の強いですね。それから体のの DAPS、 これもイーサリアムご用してるよっていう評価が出てますね。その他体のの DEX ローンチが2022年1月20日に決定ということなんで、今154円のところ、あと2日、あさってがね、このローンチでどのようになるか注目でございます。そして315エポック開始されたということで、風にもブロック割り当てなしというね、そんなツイートをされてる方もいましたね。まあ、この辺のブロックが生成されるかされないかっていうのは、ステーキングプール、これのね、運営の方にお尋ねいただければ、さらに細かくわかると思います。リプさんはね、動画とともに5日に1回これのね、発表してくださってるんで、非常にありがたいなと思いますけども。それから NFT ですよね。最近話題の NFT とかメタバース。ここにもやっぱり体のっていうのは入ってくるんですよね。それからね、量子コンピューターについても、なんかわからないことだらけなんで、少しずつ報告を続けていきたいなと思うんですけども、これ、リピさんの量子コンピューターはどうですかね。なんか、すごくね、わかることって、私たちの目から見ても少ないですし、なんかね、理解できることも少ないと思うんですよ。ですんで、インプット、アウトプット、結構ね、頭が痛いところだと思いますけども、量子コンピューターについてもちょっとね、お話しさせていただければと思います。多分、すごいことになりますよ。今のパソコンの処理速度のなんか何万倍とかあるわけですよ。で消費電力力は何十分の1とかね、まさに理想のコンピューターがやってくる量子コンピューター、その量子コンピューターの処理速度にも耐えうるのがこの体のなんですよね。だからね、この先100年のことを考えて作られた暗号通貨、それが体のなんじゃないかなと思いますけども、そういうのも込みで今度ね、31日リピさんと一緒にお話しさせてもらおうと思います。それではリピさん、いつもありがとうございます。じゃあ31日よろしく、メガドック。